イオンモール大局は、秋田県大選手和号に所在する、イオンモール株式会社ウニエのモール型、ショッピングセンター。国道13号大局バイパス沿いに建設された。秋田県内では、イオンモール秋田に次ぐ規模であり、県南地域では、最大規模のショッピングセンターである。秋田市に開業した、シネマコンプレックスの影響により、2006年10月に、 県南地域で唯一の映画館であった月岡シネマが閉館。当ショッピングセンター内の2階にもスクリーンを持つシネマコンプレックス4シネマ大局が出展したことにより、約2年ぶりに県南地域に映画館が復活した。2011年2月公開のナルニア国物語第3章アスラン王と魔法の島にて、 当館でも 3D 映画が公開されるようになった。開業当初はイオンシネマズが運営していたが、2013年7月1日よりイオンエンターテイメントに運営が引き継がれた。各店舗の4大局店と約85店の専門店テナントで構成される。出店テナント全店の一覧詳細情報は、公式サイト、ショップレストランを営業時間及び ATM を設置している。 金融機関の詳細は公式サイト、インフォメーションを参照。イオン東側入り口前に、イオンモール対局停留所があり、以下の路線が発着する。ありがとうございます。